吉谷さん、テッドっていいですよね。その吉谷さんの言われたロケットの話、私もね、見ていて、もう何年か前に、非常に感動しましたね。やっぱりこう、年齢を重ねると、若年層にね、自分よりも年下の世代に、いろんな感動とか、俺にもやってみようっていうふうな気持ちを与えてくれる人って、いるんですよね。でも昨今、年を取った人が、どうせ無理って言っちゃうと、まあ、若い人たちってもう頑張れなくなっちゃいますよ、そんな。ああ、自分が年取ったらこんな風になっちゃうのかなと、年齢重ねたらどうせ無理っていう風な口癖になっちゃってるなと、せっかく俺たちどうせ無理って言葉と戦ってるのに、この人たちはもう敗北宣言だみたいに、まあここまでは思わないかもしれませんけどね。でもやっぱり年を重ねれば重ねるほど、いろんな戦いをやってきた、いろんな戦いに勝ってきた、もしくは負けたけども、でも誇り高く負けてきた、こういうふうな武勇伝は聞いてみたいかなと思うんですよね。60歳、70歳、いくつになっても始めることができますし、始めないこともできますよ。じゃあ始めないことで何かね、現状が打開できるんですかってことなんですよ。愚痴を言うだけで何か変わるんですかってことなんですよ。違うんですよね。真摯に自分の内側と向き合って、そして自分の内面と合意することがすごく大事なんじゃないかなと思うんですよね。自分の心の中ではどうせ無理っていう風な一番大きな声が聞こえてくるんですよ。自分自身から最も聞こえてくるんですよね。でもそのどうせ無理に自分の内なる声に耳を傾けて、いや戦ってみようっていう風に自分の心をね励ましてあげて、どうせ無理っていう風に心がいつも叫んでるものをダメ元でやってみようよっていう風に自分の心にね言わせてやりたいなっていう風な気持ちでしょうね、きっとね。大事なのはそれなんじゃないかなと思いますよね。ちなみにですね、ちょっとまだまだ匿名なんですけども、去年の今頃速稼塾に入ってくださった方が10万円の売り上げを作ったんですよ。この方60代の後半です。で、ホームページも作れないし、ブログとか YouTube の発信もできないし、どうすればいいんだよって話なんですよね。どうすればいいんだよっていうよりも、ネットビジネス塾、速稼塾と分かっていて私のところに来たってことは、ホームページ作らされる、メルマガ書かないと話になんねえ、せめて YouTube はやっとけよっていうふうに言われるっていうのを前提で来たんですよ。なのに、いや今からそういうのねとか言うんじゃ、今から稼ぎたくないって言ってるのとイコールなんですよ。でもこの方10万円稼いだんですよ。やり方は非常に簡単です。私が教えた通りにその方やってくださいました。 A さんと名付けましょうか。相談してくださったのは A さんはこういうふうに言うんですよ。これから頑張ってホームページ覚えていくわみたいなね。で、ホームページを覚えたらホームページを作ってあげるからねと、そういうふうな契約をしたい方は申し込んでくれということで、最初に身近な人に呼びかけていったらしいんですよ。そうするとですね、一口2万円で5人の方からお申し込みがあったらしいんですよ。もし A さんがホームページ作れるのだったら、俺のホームページ作ってくれるみたいな感じでね、で2万円出すみたいな感じだったんですよ。それが5人集まって10万円の売り上げが上がったということなんですよね。その10万円のうちの3万円を使って速稼塾に入ってくれました。ですんで今ね、ホームページ私ね、数ヶ月かかって少しずつ覚えてもらってるんですよ。多分3月にはもうね、ホームページできると思うんですよね。そのホームページができたら、きっと出資した2万円を払ってくれた方にもホームページをそれぞれ作って恩返しすると思うんですよ。ということでね、元手なし、やる気だけでも稼げちゃったって話なんですよ。だってお金集めた時点では、お金もらった時点では、この A さんホームページまだ1回も作ったことがないし、ホームページのための勉強したことないんですよ。今から始めてますからね。今から始めてホームページ作れるようになったら、ホームページを作ることによって恩返しをするというね。だから最初から2万円でホームページが売れてるようなもんなんですよ。まあみたいな感じで、いくつからでもできると私は思うし、いくつからでもできると思わなければ、どうなんですかね、本当に誰かに助けてもらうしかなくなっちゃう人生になっちゃうんで、そういう方にはね、まあ今回問いたいなと思うのは、じゃあホームページが作れません、わかりました、代わりにあなた何ができますかってことなんですよね。何にもできないまま、お金だけ欲しいっていうのは非常に難しいんで、それは、私の塾では教えられないかなってことですよ。何にもしないのにお金が入ってくるみたいな。でも投資みたいに金を買ったりビットコインを買っといて何にもしないけども見込み益が出るっていうのはありえますけどね。でもそもそもお金を払うってことすらしたくないわけじゃないですか。だから投資にも向かないかなと思うんですよ。でも今回ね、1年ぐらいかかって A さんが10万円売り上げたかと思うとね、感慨深いものがありますね。その10万円で新たなる自分のスキルを培ってですね、しかも自信もついたと思いますんでね、いやこれが楽しみだと思います。建設の花澤さんもすごいですね。
CAD ってあるんですよね、 CAD ってやつ。この CAD っていうのはその設計の図面を引くときに必要な専用のソフトウェアなんですけども、私がサラリーマンを辞めるときにちょうどね CAD の講習会っていうのがあって、まあサラリーマン向けにね無作業に出してるんですけども、そういうの普段見ないじゃないですか。でも自分が会社を見た瞬間にそれが急に見たくなるわけなんですよ。で初めて見たかのような印象で見るんですけども、タイミングいいなとか思うんですけども、毎月届いてるっちゅうにみたいな感じなんですよね。まあ、その CAD を覚えるとシステムオペレーターの初級みたいなのになれて仕事がバンバン入りますよっていう触れ込みなんですけども、実際はね建設会社とべったりこったりやってないと CAD を覚えてもなかなか仕事って来ないんですよね。あでもやる意義はあるんじゃないですかね CAD、面白いと思いますよ。ちなみにその時の私に届いたダイレクトメールから返事をすると6ヶ月コース69万の情報商材のセールスでした。当時はまあインターネットとかはね貧弱なものしかなかったんですけども、通信教育で私が CAD を覚えるみたいな感じだったと思います。結局入らなかったんですけども、だから昔からあるんですよねこういうのって。でそれは60万だったんですけども、今花澤さんは10万とか15万で出してらっしゃるんだったらすごい値頃だと思いますしね。で細かいサービスができる最低限の金額じゃないですかね。であんまり安くすると、サポートを当てにする購入者ばっかりでできてしまうんで、販売者の方がサポート追いつかなくなっちゃうんで、そこそこの値段にしといてその代わり細かくサポートしますよっていうバランスは15万から30万円の商品の、まあ、得意なところじゃないかなと思うんですよね。あれなんですかね、一生保証しますとか言って一生サポートしますみたいなことを言う人って いたような気がするんですけども、あの人そもそもサポートしますどころか業界から去っていったわけじゃないですか。そういう人がね今までいたと思いますけども、場合によってはね自分のお金が全然できなかったって人もいて、まあ世も末だなと思いますよ。吉谷さん、我々はしっかりやっていきましょうこれからもね。それが唯一の差別化であり、まあ優劣なんですかね、有利なところでしょうねきっとね。いってらっしゃい。